リツコさん、トラゾーさん、辛いことを忘れるんだ。これから僕らの新しい人生が始まる。そうね、これは終わりじゃないのね。そうとも、これは終わりじゃない、終わりの始まりでもない、始まりの終わりなのさ。どのぐらいの時間が過ぎただろうか。メアリー・ジェーンが目を覚ますと、彼女は小高い丘の上に横たわっていた。一体何が起こったの？私を助けてくれたのは誰？彼女の脇に一人のたくましい青年が立っていた。あなたね、あなたが助けてくれたのね。そうさ。どうもありがとうございました。メアリー・ジェンはその時、青年の顔を見た。あなたは。久しぶり。こんな形で再会できるとは思わなかった。あなたは？僕の名前は。ドナルド・マクドナルド。パイロットだよ。いつからパイロットになったのよ。